Everybody, how's going? どうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。吉本新喜劇の森田信之でございます。本日もこちら道頓堀は1丁目にございますマスタイムで4階のカフェうさぎさんよりお送り出しを題して森田信之でしたね。いや、休業のですね、こちらのうさぎさんで無観客で、させていただいておりますけれども、この番組は吉本新喜劇人ちゃん頑張ってます。私森田です。毎回新喜劇内外問わずいろんなところからですね、パートナーのことも昔グローバル情報が半径20センチ小さな我々を皆様にお届けするバラエティーのなお時間となってございます。もうこの人がいないということで緊張感がないっていう感じでございますね。まあこれも仕方がないでございます。もう大変でございますよ。さあこれね、緊急事態宣言が出るのかどうなのかみたいな状況でございますけどもね、こちらの店主のカッパさんもね、もうそろそろまた新たな舞台が、待っている状況でございますけどね、本当に無事に、行われることを本当にお祈りしている状況でございますが、節分でございまして、まあ配信の方には関係ないことでございますけど、ちゃんと豆をまいてね、恵方巻きを食うて、イワシ食うてきました。腹いっぱいですわ。何回言うてね、やっぱり節分ってなんかこう食べるものが多いなって意外と思っちゃうんですけどね、選択されてるものは少ないですよ。豆とね、イワシと恵方巻きなの寿司ですからね、もうこうお腹いっぱいになりますね本当に、腹こんな状況でございますけど、まあ1時間ゆっくり楽しんでいただければなと思います。この番組のスポンサーを読み上げたいと思いますが、ただいま乗務員募集中でございます。産後タクシーグループ大阪市内発車でございます。産後と隠れたタクシーでございますが、GO というアプリで呼ぶこともできますね。便利な世の中でございますよ本当に。ただまあ、まあこんな状況でございますけども、乗務員を募集している状況でございます。特には人が足りないような状況でございましたね、ですので、ぜひ、車の運転できるけど二種免許はないって方はご安心ください。二種免許を取る お金を出してくれますから、ですのでぜひお気軽にこちらの方お問い合わせいただきまして、もう本当にね、まあある程度の年齢からしてね、人の下で働くでしんどい方多いと思うんですよ。まあそういう意味で言うとタクシーの運転手さんはね、もう個人事業でございますほぼ、もう自分とお客さんしかいませんからね、ですのでぜひ、気軽にお仕事できるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひこっちの方にお問い合わせください。そして、個人の生命保険また自動車保険のことならアクサのスギちゃんでございまして、個人法人問わず医療保険からがん保険積み立ての保険まで何でもスギちゃんにご相談ください。 Facebook で杉原浩二と検索をかけてメッセージもしくはこちらの LINEID を読み取っていただきましてね、保険に興味ありますよって言って、森田信之は見たよって、保険のことを教えてくださいって方、ぜひこちらの方お気軽にご連絡ください。ご制約いただいた方にはもれなくこちらの方のね、森田信之の特製タオルプレゼントさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。そしてご自宅などで空いてる土地ございませんか、津田建設が全てお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。空いてる土地はございましてもね、ほったらかししても税金がかかるだけでございますので、ぜひ、収益の上がる物件、コインパーキングなどにしてね、まあ見積もりは無料でございますからご相談いただけたらなと思います。でまあ、あとアスファルトね、細どうかここやってほしいとか、コンクリートでも結構でございますので、何でも気軽にちょっと、駐車場が日々行ってんねんとねいうことのようなことでもやってくれると思いますので、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。この番組なお広くスポンサーさんを募集しておりますので、何でも結構でございます。何かできることがありましたらこちらの方にお気軽にお寄せください。ということでございまして、今日の1年ぶりでございますが、こちらの方がゲストで来ていただいておりますのでですね、早速でございますがお呼びしていろんなお話を聞けたらなと思っております。坂田響さんでございます。どうぞ、ね、お願いします。どうもありがとうございます。はい、もう何でしょうかね、何の音もしないっていうねいやありがとうございます。こんな大変な状況の中ね、いやでもありがとうございますよね、いただいて。いや全然こちらの方はね、そのどうしようかなと思って、お店はまあお休みだから先週はお休みさせていただいたんですよ。まあ今週はまあお店は休んでるけど、まあそのカッパさんはおられるということだったんで、じゃあぜひやらさせてくださいということで、じゃあこれ誰にしようかと思ったんですよ。坂田響ちゃんはどうです、ちょうど1年経つんでお願いできますかって言ったら、スケジュール OK でしたってことで来ていただきました。ありがとうございます。本当にすいませんな。いや急に来たからびっくりしたんじゃないいやでも本当にもうどうしようってなってたんですよ、何もすることがないといいますか、この状況で、外に出るのも危ないからバイトも今入れてなくて、ね、ああそうなんだ、はい、この1週間、来週からまた舞台に出させていただくので、はいはい、おとなしくしてようと思ってたんですよ。でも仕事したかったんで、はい、いただいた時はすごい嬉しかったです。ああよかったですよ、はい、そんな本当にいやもう僕はまあまあなんやかんや言ってそのいろんなことをやってると言うても、まあ、これはまた語弊あるかもわかんないですけど、あんまりこうその、まあ、感染しないに越したことはないんだけど、もうしゃあないじゃないですか、もうこうなってくら。そうですね、だから自分が感染した時に人に落としてなかったらええってちょっと思っちゃう部分もあって、うん、実はその、まあ、冒頭でお話ししようとか思ってたんですけど、まあ別にあなたの前で言ってもいいことなんで、ちょっとまあまあ私も一応ねこんな身で結婚はしてるもんでございますから、まあまあ共同の生活なわけですよ。そしたらまあうちのかみさんがえらい体調悪かったんですよ、うん、おとついぐらいですかね、えらいなんか体調悪いから、でその実質働いてる先でもう隣にいたような人がね、そのもうコロナになっちゃったんです。でも医療従事者なので普通やったらその距離感だったらマスクしてようが何してようが、まあ微妙なところで濃厚接触者扱いになるんだって。でも医療従事者はもうそこはちょっとスキップしちゃうんだって。もうそれはちゃんとやってるから、マウスガードじゃなくてもうフェイスガードもフェイスシールドもやってる、もうマスクもしてるから、そこは一応まあそのお咎めがないというかお見こぼしとかではなくて、普通にそこは濃厚接触者扱いにならないんだって。でもやっぱりさ気持ちの上ではうわっって思うやん、私濃厚接触者かもしれんとか、うん、もしかしたら私もコロナかもしれんと思っちゃうやん。だそんな気持ちにやられちゃったのか急に疲れが出たのか分かんないけど、うん、その体調崩さはってで熱測ったら7度2分なんだって、うん、で基準7度5分以上じゃない、はい、またこれも微妙な体温やなってなって、うん、ほんで、もし彼女がね、そのかみさんが陽性やったら私はもう、まあ、なんぼ彼女がね、医療従事者であったとしても私はまあ多分濃厚接触者扱いになっちゃうじゃない。そうですね、きっと。で、はい、まあ言うて先週の土日の、まあ、極め刺激の予定だで PCR 検査を受けて、その時は陽性じゃなくて陰性だったにしてもそっからどうなってるか分かんないから。うんでまあ、結局そこも仕事なくなっちゃったからさ、今の自分がどうか分かんないんじゃない。うわどうしようかなと思って、たまたまね、はい、その難波の街歩いてたら PCR 検査を無料でやってくれる会場がありましてね、グリル重低の並びのところエディオンのね裏側のところにテント張ってやったんです、空き地、あんなとこにあんのよ、はい、たまたま発見したその日に。はい、ほんでおそらくお昼食べよう思っていろいろブルブルしてたまたまそこで発見して「こんなんあるんや」で先輩とあれで「それこんなんあるんすね」ってそれがパッと頭よぎったから、無料でやってくれるし、でかみさん連れて行って、もしかしたら7時までなんか普通の PCR 検査の大阪市のやつは2時か3時ぐらいに予約してなかったんで、長蛇の列だとするけどそこ誰も並んでなかったから。まあ7時までやったとしたらもしかしたら間に合うかもしれんからと思ってかみさんに乗せてバッて行ったんですよ、はい、夜の9時までやってんのよ。夜の9時までやって無料なんですよ、はい、でその検査キットっていうのもそのまあ我々会社でやらされてるやつって唾をこうやって溜めてこぼしてどないすんねんっていうのをバー溜めてね、はい、である程度こう唾バー出してそこにこうやって蓋してやるやつじゃない。全然そんなんじゃないよ。硬い脱脂麺みたいな、はい、あれ唾出すの大変やん、あれ気持ち悪いし、それを口に含んでカッタカタ脱脂麺なんやこれと思って、でずーっと口の中入れてたら「どうですか?」言って「柔らかくなってきました」って言われた。あ、ほんまや」と思って、脱脂麺かどうか分からないって何やこれって思ったけど、柔らかくなってきた、歯で噛んでくださいって、あ歯で軽く噛んだらジュッてなりましたって、あなりました、あじゃあここの瓶に入れてくださいみたいな、容器に入れてキュッてやって閉めて入ってでも、むっちゃ楽やねんですね。ほんで QR コードで管理されてて、はい、で2日以内に結果出ますみたいな、即日ではないのよ。だから即日じゃないけど2日、まあ、ありますんで、まあ、そのサイト登録していただいて、もう自分たちで何回かこう確認していただくしかありませんみたいな言われて、うわそうかと思ったけど、その俺はもうコロナなったことないから分かんない、まあ、予防接種じゃないけどワクチンを打ってるからあれだけどもう大丈夫やなと思ってるけど分かんない、今もうそんなんじゃないやん。うわこれでもコロナって最悪やと思ってて、でも僕何の症状も出てないから熱も何もないし喉が痛い。でもそんなん言われたら喉痛いうんでもないなみたいな、くしゃみ出るけど関係ないやろしと思ってたらなんてことはなくて、うん、陰性やったよ。よかったよかった。だからここ俺できないいやそうじゃなかったこれできへんけどで今日の午前中に、だからその陰性やったから、もう胸を張ってここ来れるし、でかみさんも陰性やったの、ほら何やってんお前の体調悪いわってなってそれコロナやったらコロナってかなんけど結局陰性で何でもなかったって言ってで「まあ何やったんや」って言ってなんかカッコンとかいろいろ飲んでたよその薬をね。でもいや多分疲れてたんやと思うって言うんだけどそんな働いてないんだなそうなんですか。あなたが例えばね、はい、朝お仕事やったらまあ別やけど、もうかみさんお昼ぐらいから行くんですよ。お昼とか夕方ぐらいから行く時もあるんだよね。例えば、まあ、夜遅くまでやってる歯医者さんだから9時までやってるんですよ、はい、で24時間じゃなくて365日休みなしなんですね、はい、そこの歯医者さんはね。でも別にかみさんは休みあるんですよ当然ね。で、3時ぐらいから、まあ、9時まで働いて、まあ、10時まで私もまあまあ7時間ぐらい働きません、休憩なしで。その代わりこんな3時ぐらいにから仕事行くとしてあなた何時ぐらいに起きます？9時ですよ。じゃあ10時か9時10時が仕事、9時10時仕事終わりや、もう家帰ってきて何やして、まあ、寝たやらどうのこうのやったら、はい、まあまあ2時か3時ぐらいも眠たなって寝るやん、はいはいはいね。で朝何時ぐらい起きます？あなたやったら大体何時ぐらいに起きてこの仕事行くまで何こんなことしますみたいなのあるでしょ。どう、はい、だけど私仕事の始まる3時間前ぐらいには起きてる気がします。ああじゃあ12時ぐらいには起きてる。はい11時12時の間にはもうああ、はい、まあまあそれでも遅いぐらいやもんね普通と考えたら。何時ぐらい寝ます？寝るのはでも日付変わるまでには寝ます。あ結構行儀いいというかあそうですか。私はそうですね。もうその夜更かしない、寝ることが好きで。あ一番好きなんや。はいもう何にしてもとりあえず寝る時間を覚悟したくて。それは全く同じやねん。その私じゃなくてかみさんも、はいはい、むちゃくちゃ寝る。日曜日お休みやったら、はい、私が行って寝てる、帰ってきても寝てるです。すごい逆にそんなに寝れるのすごいですね。むちゃくちゃ寝てる。でも元気、それは免疫力もつきます。でもそんな人が風邪ひいて疲れてたんやと思って、はい、なんでやねんと思う私前回お話できなかったことがあって、はいはい、てんさんね、はいはいね、てんさんから私あなたのことを紹介していただいてて、そのお話できてなかったんですよ結果。だからずっと心残りやてんなんでしたけどあのお話まあまあ皆さんからね、その知ってる方は知っておられない方おられますけど、ちょっとコロナ禍で注目されてはったじゃないですかおかみさんね、うん、ねあの方は結構いろんなことをやった。繁盛亭ではお茶子をやりながら、ご自分のところのお店をね、堂山ですか、梅田の堂山の奥のところでやっておられてそこでバイトしてはったんでね、はい一時期やらせていただいてて、学生時代にこういろいろお世話していただいて見ていただいてて、はい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 、それ行ってたんですけど新喜劇に入るってなってからはもうずっと行ってなくて。あもうかかりたてんだ。もうかかりたくない。話だったらかかりたくない今もお世話にはなって。ああそうなの。連絡くださったりお力もしたりとか、あと秋田久美子姉さんとおかみさんがこう関わりがあったので入るっていう直前に久美子姉さん紹介して。あそうや、なんか久美子姉もなんかそんなことをなんかその話を三枝さんでしたっけねが言っておられましたわ。そうだそうだ、秋田さんともなんかいろいろあって同居だったかな、何やったかな。そうですそうですですよね、はい、すごいよ、すごいパワフルですしねコロナ禍であんなご自分のお店を守るために、はい、いろんなとこでバイトをしてお金稼いで、それでももう店諦めますわ言うて今どないしはったん、もう店閉じはったん。一応でもずっとやってらっしゃる。やってはるんや、なんだかんだ言って。バイトはいないんですけど、はい、もう本当おかみさんとずっと店長さんいかって。ああなんかその最後もう店閉め、俺がたまたま今レディオバルーンって言ってそのやらしてもらってるんですけどラジオね、ネットラジオ。そのきっかけが三枝さんでも実はその三枝さんがきっかけというよりも、まあ、今度また一緒にイベントさせてもらう中井正樹という、まあまあ役者さんがいてはるんですけど、いてるんですけど、それも島田角栄というね、映画監督、そのもいろいろ知り合った人なんです。ストーンエイジの役者なんですけど、その方が俺ラジオ出るからそのよう遊んでるんで見においでやみたいな、公開ラジオとええー、って言ってで見に行ったんですよ。なもう終わってましてね、終わってるってなって、でもそのコロナ禍どうのこうなってお店はもう早く閉めるんですけど言ったら、そのスタイルさんが私のことを知ってくださってて「うわ新喜劇のモネさんじゃないですか」みたいな「ああどうもどうも」っつって「なんで知ってはるんですか」って言ってならその「いや今度坂田響ちゃんが、もう新喜劇入団することになって」「あそうなんですか」って言って僕まだお話したことがないので。で、あじゃあ今度 YouTube に読んでお話しさせてもらいますわって言うてて、結局そのお話はせえへんままやったんやけどで久美子姉の話もしてはりましたわ。でお店閉じるんですよって、って焼きそばかなんかが有名ですよね。焼きうどん、焼きうどんだ、鍋何でしたっけ、焼きうどんだ、焼きうどん、ホルモンうどん、なんだちゃう、ホルモンちゃう、ホルモン焼きうどんなんかね、はい、ホルモン乗った焼きうどんです、はい、めっちゃ美味しいです。あれが好きだから俺焼きうどんとかあんなんか、はいはい、でも結局食べることができなくてもお店閉めたんで、でもそのレディオバルのお話聞いてて「うわこれラジオこれなんすか?」って言ったら「いやネットラジオで、やってるんですよ」って言って公開のその収録やって「楽しそう」って言って、でお話そのたまたま名刺いただいてお話しさせてもらっていろいろ調べたら「あれ?」と思って「これできるんちゃう?」させてもらえるのかなと思って聞いたら「いやぜひやってください」ってなって、で今これさせてもらってるのもそこをきっかけだったんですよ。三枝さんのそのお話じゃなかったら僕は行ってなかったし「ぜひ森さんもやらなかったらどうですか?」とか言うてくれはって、そうなんですよ。だからもうむちゃくちゃ感謝、あの方いろいろ活動されててね、すごいたくさんねえ舞台もやっておられたりとか、はい、すごいですよね。いやここに読んで一緒にお話聞きたいぐらいの方ですけど、いや本当にそうですね。私も全然会えてなくて、新喜劇入ってから、ああ会えるようにしてんの、いや変な影響を受けそうやからでも本当にいろいろなんか会わなかったりで舞台に行きたかったんです。もともと知り合うきっかけは何やったの？私の大学にメイクの講師で来てくださいまして、おかみさんが。へえ、はい、なんかすごいメイクもしてはんの。そうなんです、メイクを教えてることもありまして、行きつけとかもそれをメイクで来て、私はメイクのその講座を取ってなかったんですけど、ちょうどそのほら会って取った時にメイクのモデルがいないみたいなで、生徒会長みたいな会長がやる予定だったんですけど、はい、はい、会長はメイクを前から見たいみたいなで、誰もいなくなっちゃった時に通りかかって、その場にいたんで「やってください」って言われて、モデルしてくださいと、もう座って三枝さんにしてもらってたんですけど、それがきっかけで話すようになりまして、でそういう女優とか新喜劇とかを目指してるっていう話をさせてもらったら、うちでバイトしにおいでって、もう大阪おいでよと、こんなクソみたいな島根県おらんと。大阪にいましたよ。あ、大阪に。あ、そうか、島根の時じゃないんか。はい、大阪に。大阪にもいたんだ。はい、いました。で、まあ兵庫の方で閉じこもってたんですけど、梅田でバイトおいでっておっしゃって、で雇ってくださって、そこからいろいろとそのなんか連れて行って。まあ大阪ではこういう風に生きるんだよと。はい。新喜劇にも連れてっていただいて。へえ。辻本さんと。関わりがある方なんですね。そうなんですね。あ、だから私のことも知っておられたかもしれないですね。裏口じゃないですけど、楽屋に行くみたいな辻本さんの途中までちょっと連れて行っていただいたりとかして、すごいいろいろとお世話になりました。へえ。ほらもう辻本さんに会った時とかももうちょっと慣れ慣れしい感じで挨拶してたんじゃん。うちやでっつって。しげうちやでっつって「しげちゃんうちやで」っつってでもすごい人脈を感じました。本当。あ、そう、いやそうか、いやすごいね、あの方はすごいですね。いやお店をそのなんかね、まあ、もしよかったら聞いていただきたいんですか、まだやってはんやったらやってはるんでしょ、あそこの場所で。確か予約今も予約をしていけば行けるみたいな感じで、完全予約制みたいな感じで、完全予約制とかにするようなその店内の雰囲気ちゃうけどねほんまに西成か思うやん。そんなことある。北にして南の雰囲気のむちゃくちゃディープな南の雰囲気ある。あっこ確かにちょっとディープですね。もう壁なんて貼ってないチラシないんちゃうかぐらい、上方園芸のチラシ山ほど貼ってて、うちの師匠のチラシも貼ってた。副師匠ってなって、はい、いやいや何言うてますのんと、私繁盛亭でお茶子やってますよ貼って。お茶子やってるんですか。ほなもうその天下なんかの取材見たらお茶子やって、なんか朝市場かなんかで働いてなんかやって、でその後せっせとお茶子行って、で次またなんか、仕入れなんややってんでお店行ってみたいな。すごい、本当すごい方ですね。すごい。でね、はい、辻本さんに会いに行って、はい、坂田裕樹紹介して、すごかったわ。いやでもお店をだからあの時畳むんです言ってちょっと塩らしい感じだったけど、もうやってはるってこといいことだね。はい、素敵な方ですね。いやバイタリティのもうそのなんやろ溢れてる方って女性で久しぶりに見たなと思って、あの年齢の方でやっぱりどっかちょっとこう諦めモードな雰囲気あったんですよ。でお店を閉めるって時は本当にちょっと塩らしい感じでなんかへこんではるんやなっていうのを分かったんで、やっぱそれはねずっとやってきたお店だもん、閉めなあかんっていやまあお店やっておられてのはいいことだね。はいすごい。そうなんです。そんだけいろいろお世話になったんだ。結構はいお世話になりまして、いやもう本当にそんな方なのに1年間何のお話もできずねそんな三枝さんのお話はできなかったっていうのはすごいちょっと私の中ではこれはちょっと申し訳ないなと思ってやっとお話できてよかったんですよ。私もよかったです。だから前回の出てもらったやつも「はいはい、坂田さん出ましたよ」って言って告知しても結局三枝さんの話しゃべってないからこれはちょっと申し訳ないなと思ってお店だったんで、じゃあぜひね、なんてお店とかちょっと紹介してあげてくださいよ。ホルモン焼きうどん天って天はカタカナなんですけど、カタカナで天ねお店さんをやってらっしゃるので、ね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。バイトしてたんで、はい、好きなものをまかないで言ったら作ってメニューむちゃくちゃ多いやん。はい多いんです。な何でももうちゃんとフルで出てくるんですで大将見てください。そんなようけメニュー作れそうな人に見えんのですよちょっとこわもてのそうそんな器用な人に見えんよ。全部何食べても美味しい。ああまあねびっくりしました。おあんだけたくさんのメニューを全部うまいことできそうなむっちゃ怒られちゃうから俺怒られるかもしれないですね。あんな怖い怖いです怖いわ。すごい優しいんですけど、うん、でもこう無口というか寡黙なので、うん、オーラめちゃくちゃ怖いです。いや怖い。そのうち思うまい店とか出てきちゃうけどなあの人なんかすごい怖い感じのメニュー多いお店ぜひぜひ行っていただきたいですよね。本当にまあでもこの1年間ですけど、まあ、あなたが入ってこられた時が仏やったからあれですけどね、そのどうですかどうですかって漠然と聞きすぎてるかもしれないですけど慣れました。慣れましたね。あの時多分ちょっとずつコロナが良くなったか良くなってないかくらいでたま出させていただいてたんですけど、この1年結構いろいろ使っていただきました。はい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 。でいろいろ教えていただいて、はい、やらない役とか結構大きい役とかやらせていただいて、だいぶなんか新喜劇楽しいなって。おお、まあ、もうその前はもう苦しくてしからもういつやめようかな思ってた。ここまではなってないですけどいいなってなんか辛いっていうか楽しくないことも楽しいって思えるくらいには新喜劇がこう好きですね今も。ああそう。まあそう新喜劇が好きだということはね、はい、嘘でもいいんじゃないですか。嘘でもいいことだと思いますよ本心でね。いやいやいやそれはええことです。それ言うとかんとねもうね一応は いろいろあったとしても新喜劇好きですってこう言うとかんと最終こんなとこでクソじゃいってやめるかもしれへんけどまあでもね3年目突入した。もう3年も経つんですかみたいですね。一応まだ舞台には多分1年ちょいなんですけど、はいもう3年も経つんですか。はい3年目になりまして、へえまだでも純粋に好きだって言えてるんですけど。うわーすごいね、はい、もうだって同じ木になるんですかね。同じ子になるのか11個目ですか。11個目ですよね。もう言うても同じ11個目の方は佐藤美優ちゃんと、はい、あともう一人おられますもんね。おられましたけどやめはりましたもんね。そうです。女の子は美優ちゃんと私だけで同期はもう今は、はい、あさあそうか10個目か。じゃあそのもう一人は、いやもともと3人で女子3人でね、女子3人ですよね、はい、でももうねそこまで同期の女性はもうねお一人になられましたから、はい、とね、あと美優ちゃんになりましたから、はい、仲良くされてるんですか？美優ちゃんと、はい、もう女子さん仲良かったんですけど、でもみんななんかバラバラのところに住んでるので、まあね、はい。あ、佐藤美優ちゃんはどこに住んでるんですか？美優ちゃんはもう大阪難波なんですけど、はいはい。あなたはどこ？私が兵庫で。あ、そうか。あなた兵庫に一人暮らし？弟と二人で。あ、弟さんと弟さんは何をされてるんですか？大学生です。あ、学生の弟さんとお二人で。二人で住んでます。じゃあ姉ちゃんがその何？家賃だなんだをやってるんですか？いや、家賃は半分というか、ほぼ親が助けてくれてます。ああ、まあまあ、それはね。でも生活の、なんていうの、水道とか電気とか、いろんなものはもう適当に面倒くさいの私が全部回って。やってて。姉ちゃんらしいところ見せて。はい。弟さんはでもその学校行きながらでしょ、はい、の食事やなんやとか、結構どんどんルーズな目で生活になっていくじゃないですか。姉としてはそんなもん見てられへんからとかいろいろ気ぃつかなあかんことないですか？まあもう諦めました。あ、そうなんですか。ご飯も一緒に作ってたんですけど、まあ、私も仕事が終わり時間がバラバラで、はい、であの人も友達のとこ行ったり帰ってきたりとか好きにしてるんで、はい、ご飯の時間が合わないんでご飯は別々で、はい、洗濯とかは私が全部やってあげてる。はい、やってます。へえ、うわー、どうなんその俺全くさ、こう変な話なんやけど、その兄弟いて、お姉ちゃんいますよ、姉ちゃんいてますけど、まあ、姪っ子も当然いてますけど、その変な話、やっぱ女性は女性じゃないですか。で自分も男性やから、ある程度出てきたらなんか見られるの嫌やとかあるじゃないですか。そんなに気にしたことないような気もします。ああ、そう、はい、もう裸で全然歩ける。いや、普通にそれは普通にしてます。ちゃんと服着てます私は。弟が裸でこうやってバーって。あ、でもそれもないですね、弟。やっぱないよね、はい、でも別に気を使うことはそんなに特になく、私としては家賃が安くなるんで、まあまあまあ、そうかそうか、もうたらたらお金の面だ、はい、あとセキュリティというか、男が家にいるだけで、はい、一人暮らしよりは親も安心する。とりあえず大学生卒業するまでは、まあ、セキュリティみたいな感じで置いとこうかな。セキュリティだ、はい、弟は言うてもまあまあ確かにね。だって女性のその一人暮らし危なくて、でもそのベランダのところに男性の下着が干してあったりとかすると、まあまあ変な人近づいてこないとかね、節分のまあ豆まきみたいなもんだ、まあ言うよね。役立ちますね。でも弟がいろいろしてなると友達とか呼ぶのとかもちょっと家で遊ぶの面倒くさいなって時も、あ、弟いるからって言ったら遠慮してくれるんで、まあだから実家やからとかみたいなもんでいろいろと使わせてもらってます。へえ、大変やね。俺でも今、まあそれはね、女の子で遊ぼうか言うて「おい、ごめん嫁はんいるんで」っていうのとわけちゃうもんな、そらな。ああ、でもそうか。でも逆に言うと家でなんかホームパーティーみたいなこととかもなかなかできないし、一人暮らしじゃないから。あ、まあでもしたい時はするんですけど、私あんまり好きじゃなくて。あ、そういうの、人を家呼んでとかなんで、全然その辺は楽というか困ったことはないですね。あ、そうですか、はい。このコーナーに行きたいと思います。レコメンデーションのウィークということで、このコーナーゲストの方お写真を紹介するコーナーでございましてね、ちょっとですね、まず1枚目がこちらですね。ドンとね、こちらでございます。お、これはなんか他の方が全部顔がモザイク入っているということは全員犯罪者ですか？違いますよ。なんか訳ありの施設で生徒されてたの、そういうことですか？ちゃんと育ててる子たちです。あ、そうですか。ちゃんと育てる子たちですか。ちゃんと育ってる子たちは、私がねいらんこと言ってしまったからあなたは言葉を選ばなくちゃならなくなったって申し訳ないんですけど、これは発表会だ。幼稚園の、小学校、保育園の4か5歳かとか、年中か年長かみたいな。ああ、こうやって見たらもうその末恐ろしいからべっぴんちゃんやね。かわいい子やわ。これモテたんちゃう、もう保育園で。あ、なんか言われました、保育園の同じ男の子に、中学の時にほぼみんな私のこと好きやったみたいな。うわ、保育園がピークでこう行きました。保育園がピーク？はい、ピークです。悲しい。全然響かず、響きやのに全然ダメでした。もう終わりました、ここで。嘘。はい、咲く方の坂田と書いて咲かずに終わるんか。え、でもこんな、こういう子って結構周りがチヤホヤするから、おませさんでチュッチュチュッチュキスしまくってたんじゃん。いや、もう全然です。嫌いで、逆に人がずっと人嫌いやった。男の子とか嫌いで、こんな感じで人嫌いな。もうそうなんです。それもその写真持ってきたのも、うん、なんかいい感じにポーズしてるんですけど、うん、なんかちょっとひねくれてて、この頃から、うん、多分ティンカーベルなんですよ。ああ、じゃあもう妖精や。はい、うん、がやりたくなくて、もう泣く演技が恥ずかしいっていうか、なんでそんなの舞台の上で見せなきゃいけないのかっていうので、めちゃくちゃ覚えてて、4歳5歳の頃の記憶で。これ45歳の記憶があるんだ。はい、そこだけ泣きたくないって言ったら怒れて、しぶしぶやったっていう初舞台みたいな感じの。へえ、ああ、そう。いろいろなことが嫌いだったんで、人も嫌いだし、遊ぶのとかも嫌いみたいな。もうだからちょっと大人びてるというか、思考がちょっとちゃうとこあるから、みんなでなんか一緒にやろうよって、はあ、サブとかちょっとみたいな、はい、何団体行動ってバカじゃない。なぜこのなんか大丈夫、この人手をつながなくったってはぐれない私みたいな、みんな天才でこう、横の人天才でこう歩くのがとか言うて、はい、そんな感じだったんで。それ以外の保育園の発表会の写真も全部突っ立ってたり、踊らずに。そんなばっかりって、もう多分すごい、もうずっと尖っててだからそう考えたらね、そのこの周りにぼかしくなってんのももうなんとなく雰囲気わかるというか、みんなもしかしたらとてつもない顔してたかもしれないね。みんな殺伐としたかもしれないですね。なんかその保育士の方たちが、まあ、ブラック企業で働いてみた感じの雰囲気で、すごい過労で倒れちゃったらそうなんじゃないでしょ。大丈夫でした。もうクリーンな保育園で。ああ、ただあなただけが、何その家庭の環境がちょっとややこしいの。いや、めちゃくちゃもういい家族で。ですよね。だから弟さんと一緒に住んであるぐらいですよ。だからあなた自身がちょっともうすれっからしてんだ。もう高校も途中でいかんかったりとか。なんか多分どこかでおかしかった、生まれた時からなんか間違えてたんですね、多分ね。すごいよね。なんか嫌ですね、なんかね。だから今こう、私の別になんか特になんてなぜとかってわけじゃないんですけど、こう理由があるから結果があるみたいな、なんかそうなる理由があるんだろうと思ったら、もう4歳ぐらいからもうその感じだったら、多分これはね、理由とかじゃなくて前の生き方よ、多分。前世。だから前世の生き方が世に反映してるから、とてつもない殺人鬼やったかもしれない。でも最近思うんです。思う。ちょっと待ってよ。観音様っているじゃないですか。観音様言ってますよ。めちゃくちゃ怖くて。怖い。もうあれ見たら寒気というか。頭が上がる。いやいやいや、そうちゃん。やってます。前世ものすごい人殺してんねんで、多分罪人で、多分罪人やわ。ただその代わりもう鬼の形相で人殺してたもんで、クー言うて、そう、戦場ではむちゃくちゃ活躍してる武将か、まあ、もしくはまあ前世がね、言うてもその女か男か分からへんけど、観音様見たら怖い。本当怖いですね。おらんで、興味観音さん怖いって。怖すぎて、なんか画像検索して「うえっ!」とか言いながら最近一人でああ、そうそうなんです。観音さん怖いわ、もうだいぶやわ。なんかやってますね、前世でね。やってる、やってると思うわ。それはすごい面白いな。なもうだから多分生まれてきた時にもうすっごい顔やったのな。もう出てくる時からもう反抗してたらしい。全然出てこない。うわ、出てこなかった。もうはい、出てきたいのに。全然出てこない。まだまだここにいるぞっつって籠城やん。いるぞ、出るぞ出てなるかっつって本当に多分そんな感じで生まれてきたので。ああ、いやでもこれむちゃくちゃモテたと思う。だって要はアイドルがアイドルらしくなんか理由が、いやもうこの頃から可愛いやみたいな言われてしかるべきお顔でございます。お顔でございますが、ティンカーベルが、はい、妖精がね、もう妖精を妖精されたみたいなことやな、もうその妖精にはせぬ妖精みたいな妖精妖精っつって。じゃあ続きましてのお写真でございます。ドン。これなんですか、これはうわ、なんかむっちゃ集めてるやん。はい、アニメのキャラクターのグッズで怖いぐらい集まってる。何これ、数年前のやつなんでまだちょっと増えてる。いやちょ待ってな、同じもんやんえいや同じもんやん全部同じ柄のものをバーって並べてて、これは何この同じものをわざわざ集めるの。なんか結構集めるんですけどオタクって、はい、そのキャラクター自体が見たことない。何これ、鬼滅とかで分かるけど、ケーキとか作ってるやん。それは偶然ケーキがあったんで。あ、ちょそれは関係ないの。はい。何このキャラクターは、配給バレーボールの漫画の縁の下力くんっていう子なんですけど。縁の下力くん、あなたアニメが好きだということもね、前回おっしゃってました。すっごい端っこのキャラクターで、いやなんかパッとせんやん、キリッともしてないし、なんかそのカツラかぶった森助みたいな感じやん顔面そこまでですか。いやパッとせえへんやん森助って。そのなんかハゲてるからパッとしてるけどあ、カツラかぶってなんかカメラくれて誰や分からへんぐらいパッとせえへん森助兄さんやったんですかこれ。いやこれ森助、これツルツルした森助ちゃん、これ撮ってみ一回。ほらもうそのこれこの感じも森助やんこれ。それなんですけど、かわいそうで人気がないというか、で誰も買わないなっていうくらい残ってた時に、私が買わなきゃなと思って買い始めたのがきっかけで、どんどんやめられなくなって増えていって、この方のが、でも別にこの方のむちゃくちゃファンでもないんでしょ。いやめっちゃ好きなの、好きですけど、なんでそんなにグッズがあるのかはよく分かってない。この配給っていうバッジとかもだって人気ないねやろ。人気ないです。人気ないキャラクターのグッズ集めても一銭にもならんやんならないでしょうねきっとなあ。誰も欲しいと思わへんこんなん。でもそれいや怖い集めすぎやって。出会ったことなくてそのキャラが好きって人に向かっても、直子姉さんが大柄直子ねが配給好きで、そしたら縁の下力が好きっておっしゃってて、もうそれまで今までないくらい楽屋で2人で盛り上がりまして、縁の下力2人とも縁の下、その縁の下力っていう役名なんでしょ、名前なんでしょ。はい、キャラクターの名前で。いやもう鬼面組と同じやん発想鬼面組分かる？なんか昔の諸星、その諸星大じゃなくて物星大とかね、物星大みたいなそんな名前やねん。一同霊とかね、もうそんななんかダジャレみたいな感じで縁の下力。いやたとえ自分の家の名字が縁の下やったとしても力でつけたらあかんと思うもうそんな名前つけたから多分こういう目立たないキャラクターになったんですよね。まあ一応名は体を表すじゃないけど、これが好きでこんだけ集めちゃってんだ。今もっと増えてますまだ。これがいつのやつのほな、島根にいた時なんで4、5年。これで島根にいた時な。うわこれ1個だ、いくらぐらいするのこの1個、このピンバッジみたいな。これストラップ多分くじだ、一番くじだと500、600円。これ1個500、600円するの。一番くじ、何それ一番くじってっていうアニメのくじがいろいろあって、今はガチャガチャとかじゃないの、普通にくじで引いて A 賞とかだったらぬいぐるみやったりフィギュアやったり。なるほど。それの中の縁の下力の一番くじを取りに行くってこと。配給です。なんで縁の下が出るかどうかは分からない。でもその縁の下が出えへん方も捨てていくん。いや普普通に交換ができたりとか。あ、やっぱ絵の下に書いてくれと。はい。え、その一番人気のある役があるの人なんなん？何ちゅう名前なの？いっぱいすぎて、今だったらもう多分宮あつむっていうのがいるんですけど。宮あつむ。お、宮シロじゃなく宮あつむ。お、あとピンカラトリオ。ピンカラトリオ。宮あつむ。宮あつむ、宮おさむとかいるんですけど。宮おさむいてんの？宮おさむいます。宮おさむ。何ですか兄弟？双子です。歌、ピンカラ兄弟やほなもう。宮シロは。宮あつむ兄弟、双子の兄弟。おうおうおう。でも時期がちょっと違うんですけど、これは力が人気ないんで、すぐ売られるんですよね。力ないねや。力ないですよ。だからすごい安い100円200円とかで、結構もう中古のなんでしょうね、売ったりするんで、そこ行ったらいっぱい力残ってるんで、バッとガッて買って。あ、バッとおだらかしたこれ。で、これ1個500円か600円するやつがこんだけあったってこと？そうですね、いっぱいあって、ちまちま集めて。俺本来は1個500円っすね、これ。はい、でも普通に自分で引いて集めたのもあるし、そうやって買ったのもある。その買ってドンって買う時にいくらぐらい使う？でもあるだけ買う。あるだけ買う。これ見たところ、その言うてはる額で言うたら平気で50万ぐらいしてんじゃん。あ、でも本当多分定価だけでいったら、今もうここに映ってないのとかも含めたら100万ぐらい。いや50いくかもしれないですけど、でも実際結構値段が落ちるんで、そこは10万とか20万とか。そんな、いやてか金かけんやったら価値の上がるもんにしよう、せめて。価値の下がるもんに金かけたってしゃあないことない。でもまあご自分的にはむちゃくちゃ好きだから、それ仕方ないよね。いや僕のこの T シャツだってもう1回か2回ぐらいしか切れないかもしれないけど、そのこれ価値落ちていくじゃん、切れば切るほど。でも自分の中では価値上がるというか、誰にもあげたくないっていう、まあ、これもだから結局ディスカウントで買ってたとしても、誰かにあげようとか思わないもんね。おっていうようなことだ、はい、でもストーンズって言っちゃったらもう200万ぐらいあるから、そう考えたら同じなもんかな。へえ、はい。でも俺は分かんないわ、これ。これどないするのこれ、その連載が終わったりとか。あ、もう終わりました。終わった。終わりました。え、終わったのにまだ金かけてんの？あると買っちゃうというか。鬼滅の刃もう終わってんのに、まあまあアニメをやってるからあれやけど、もう終わりまして。で、なんなら途中くらいから全然出てこなくなる。え、力出てこへんの？力はもうこう来て、ここちょっとだけ活躍して、あとはもう静かにこう地味にいる感じでずっと。はあ、だからもう「ドラゴンボール」でいうヤムチャみたいなもんや。ヤムチャより下かもしれない。ヤムチャより下、プーアルより下がもしかしたら、はい。だからそのタオパイパイとかで一時ドンってこう来た感じあるけど、それもないみたいな。なく、もう最初からいる、ずっといるよっていう。へえ、ああ、そんなんなんだ。へえ、知らんもんやね。アニメ全く分かんないから。じゃあ続きましてのお写真でございますが、こちらドンドン。うわ、え、これ誰？あなた？それ私です。韓流スターみたいや。なんかアプリでゆうねえさんが教えてくださったフィルターみたいなやつなんですけど、はい、自分が男やったらどんな顔になるかみたいなを勝手に変換してくれるアプリがあって、それで遊んでた時の私です。おー、すごいやん。これもうだからあれに出てきそうじゃない、そのなんか分からないけど、名前こそ分かんないけど、別に BTS とかに似ててもよく言うそうな、韓国のね。面白いんですよ、それをね。私は女なんで男に変わるんですけど、お兄さんとかやったら男なんで女に変換してくれたりする。アプリがそれなんちゅうアプリ？ TikTok です。あ、TikTok であんの？はい、 TikTok のフィルターの中にありまして。あ、じゃあ後でやってみよう。これだ、 TikTok でやったらこうなったってこと？はい、そうなりました。ぜひやってみてほしくて持ってきたんですよ。あ、そうなんそっちすぐできるのかな？あ、できます。あ、私の携帯で。いや、俺も自分で TikTok やけど、どれやろ？ミックスインツイン。おいこれでカメラ押したの？これカメラ多分押したら普通にうちの姉ちゃんにそっくりだった。ああ、綺麗。美魔女って感じの顔してます。いやいや、もうババアやんか、美魔女やったもん。年いってるで丸出しやんか。あー、でも俺は自分の好みのタイプの顔じゃないな。じゃあどうだったですか？まあまあ、でもそのなんかなんやろな、まあ私が女なって来世女で生まれたいんですよ。はいはい。この顔か。この顔ってどうかな。若い時色白すぎるやろこれ。確かに。なんかそうこうやってすぐできんねや。売れへんビジュアル系の人みたいやもんな。これどういうふうにして楽しむん？これは TikTok わかんないんですけど、これだけ？これだけだから、それどういうふうに上げるの？これを動画撮るんですけど、動画撮って終わりだ。 TikTok 分からなくて、何やそれ、全然分からず、ゆねさんに教えていただいたフィルターで遊んでたっていう。あ、それだけなんだ。へえ、いまいちこれ TikTok の遊び方分かってなくて、私分からない。何や、そういうの教えてもらおうかなと思ってね。ああ、まあでも言い寄ってきたら俺行くかもしれない。行くんですか？いや、なんか明るく面白そうやったら行くかもしれない。なるほど、こういうことをされてると。なるほど。いや、あなたのこれはだいぶ男前やわ。だけどなかなか奇跡が起きましてなあ、はい、男前なんじゃないじゃん、あなた。よく言われます、なんかこの時から。でも男の子って言われても男の子、何かこう世間に不満があるんだろうね。縁の下力にこう言ったりとか、なんか人とはちょっと違うところ行っちゃうんだよ多分ね。ほんで観音さん見て怯えるんでしょ。観音さん見て怯えるのめっちゃおもろいな。続きまして、こちらがどうです。ドン。怖っ、何これ、怖っ。これはメイクをつい最近メイクしたんですけど。なんでジョジョってあるじゃないですか。ジョジョね。はい。のブチャラティっていうキャラクターがいまして、に髪の毛が前髪が似てるっていう話を友達としてて、でちょうどその舞台とかがコロナでこの週ちょっとなくなりますみたいな感じで、明日からどうしようって、明日から仕事ないです。でもなんかほぼやけくそで朝の5時、6時くらいに起きてて、ずっとこうやって一人で帰って顔にペンで。ここはカラコン入れて、カラコンだけアプリなんですけど。あ、ここカラコンアプリなんです。そうなんです、今すごくて。もうなんか何でもできるやん。アプリで考えたらなんか、でもすぐ入れられました、カラコン。それをやってたっていう。はあ。で服装とかもこんなんちょっといろいろはできないの？服ははい、普通にもうパジャマ。それこそアプリでできそうやの、その服なんて。見つからなかったですね、私の。ジョジョアプリとかないの？なんかみんなジョジョなれるみたいな。こんなやつ。欲しい。スタンドみたいな。欲しいです。でもジョジョ全然知らなくて。知らんの？知らないアニメやのにそんなんいけるんだ。なんとなくやってみまして、ね。だから好きなアニメ終わって配給、それ今これからなんかまあ推しのアニメとかはあるの？それが最近ジャニーズに再燃してて。もうそのなにわ男子だ。スノーマン分からんわ。キンプリに誰がいてて、スノーマンに誰がいてて、ストーンズに誰がいてて、全く分からんわ。私も分かんなかったんですけど、分かろうと思って見てるうちにハマっちゃって、今アニメよりちょっとそっちを。ああ、まあでもどちらが健全か分かんないけど、まあ女性的に言うやアイドルの方がいいんじゃない？思いました、本当は。だってもしかしたらこんなお仕事してたら会えるかもしれんしね。え、会いたいですね。今のモチベです、もうそれがモチベ。モチベーションのことをモチベって言うの。すごいね。モチベ。はい、はあ、若いっていいね。モチベーションのことをモチベといい。で、続きましてお写真こちらどう？これ綺麗な、まあお日さんでしょうけど、夕日なのか。これ祇園花月の楽屋の照明とティッシュで撮った写真なんですよ。祇園花月の照明って舞台の楽屋のここについてる照明なんですけど、それがちょうど年末年始に祇園花月入ってまして、はいはい、で初詣じゃない初日の出か初日の出を見れなかったというか見れないねみたいな話になって初日の出が欲しかったんで撮るってなって必死に一人でこうやって頑張って撮った初日の出です。あ、これはでもちょっとそんな風に見えないよ。幻想的な、なんかわざわざ見に行ったのかなって思うぐらい、いやー綺麗。あなたそのなんやろ、ちょっと変身願望とかそれ何かを変えようとかする気持ちが強いんじゃない？多分それ好きなんできっとこの世界入ってきた。よほどその前世でもう自分を変えたくて変えたくて人を殺しながら死んでしまったから来世こそはっていう思いが強いから強いですね。なのになぜっていうあのティンカーベル。へえ、面白いなあ。あ、そうですか。はい。いやこれは綺麗。ありがとうございます。なんかこんな風にしてなんか普通にあるものをちょっとこんな風にやったらこんな風に取れましたみたいなのとかいろいろやったらできそうですけどね。シリーズ化いいですね。だからその今はこれ朝日でまあ一応言って夕焼けみたいな感じで撮るとかねえ。ちょっと祇園花月入る旅やってみますね。すごい綺麗な空に見えるように撮るとかね、雨雲でどうのこうの、なんかこれはすごいわ。ティッシュとこんな風にしてできるってちょっとだあれなんですね。そのアート的なものが好きなのかもしれないですね。ジョジョのこんなメイクしてみたりとかそういうコスプレとかも好きなんでしょう。はい、普通好きですね。はい。彼氏の前通り着替えてどうみたいな。やらない。一人でやります。やらない。それはやらない。そういうのやらない。なんで？やったりいいや。なんでですか。やったったらええがな、そんなもん。いっちゃえのゴムやんか。コスプレする人はもう基本的に脳みそもうどうかしてるやろ。そうでしょうね、きっと。変身願望もあそこまでいったらもうちょっとほんまに人間常人ではもう考えられへんとこに行っちゃってるやん。であれでうろうろできんねんから。うん、私はそこは私はちょっとわからないです。こんないっぱい集めてるんですけど持って出ないというか外ではコスプレとか絶対しないですし。せえへんねや。はい。コスプレ終わりにこうなんか大会みたいなってその終わりに電車とかその感じで乗ってこれはるやってあるやん。いますね。いやもう君たちのお祭りはもう僕たちからしたらもうなんやろその終わってますよやん。ユニバ帰りの人がまだここになんかこうお面つけてはるとかなんかこうスヌーピーの耳やってはるとかはまだあ楽しんだんやろなって思えるけどどうだろうコスプレここに刀みたいなやってこう入ってくるとかいやお前中途半端やないのかなバス乗ってくるとか電車乗ってくるとか、はい、いやこれは大丈夫なんで言うて結局ねあんなハロウィンの時に仮装やないってあんな事件起こったとかいやそれはするよってねこの平和ボケしたこの日本であれはと思ったりするけどで何のコスプレをするんですか。最近全然しないんですけど、はい、だいぶ前に友達がコスプレ好きで、はい、に借りて「鬼滅のキャラ」一回やったんですけど。鬼滅のキャラ何をやられるんですか。何やったんでしょう。ドーマっていう。うわー、柱それは。鬼です。鬼節分や。鬼やった。鬼やらされまして。おう。みんななんかこう柱とか、うん、炭治郎とかいろいろ。おう、それはみんなそういうちやるやん。はい、禰豆子やとかそんなんやるやん。ドーマ。鬼。ドーマってどんな鬼どこに出てくるの？あれ無限列車には出てこない？より先で今丸坊主のこんなぐるぐるって書いてあるやつちゃうの？じゃないですね。名工に三元って書いてある。いやじゃなく男前です。結構多分金髪の鬼やのに男前ないとこ。もうちょっと先に行けば出てきます。あ、そうなんや。全部見た？鬼滅も。全部見ました。おすすめのこれからのおすすめのアニメはじゃあおすすめはないんでね今は全然ジャニーズなんやどっちか言ったらもうスノーマンなんや。スノーマンですかね。でも結局配給が好きなんであんまりそのアニメまだ言うてんのってならへんの配給まだ言うてんのならんそれは読んでなかったらぜひ配給をおすすめぜひ配給を見てほしい。そのバレエのおでも今はもうアタックナンバーワンとかちゃうねや。アタックそれもいいですけどね。ね、とてもぜひ配給、男前いっぱい出てくるんで。なるほど、そういうのが好きな人にはぜひ配給をおすすめする。はい、あとは呪術廻戦ね。ああ、もうゼロ巻というやつを読みましたけど、漫画をね、なるほど、こういうお話なんだ。ただそこは一巻も読んでないから、どんな話に進んでいくのかあんまよく分かんないけど、パンダが出てくる、なんだ目が見えてるのかよう分からへん先生が出てきたりとか。何が面白いんですか、呪術廻戦は。私もそんなとなく読んでて、はい、鬼滅の刃は僕映画からなんですよ。はいはい。まあその映画を、まあ、見る前に1話を見ましたけど、1話2話見て、映画見てすごいなと思って、そこの映画に行くまでをこういろいろ見ていったんですけど、結果僕は何でしょうね、それ以上まで行けてないんですけど、まあ、次の作品映画出たらまた見に行って、またそこまでとか見るかもしれないですけど、大体キャラクター分かったから。はいはいはい。呪術廻戦は何が面白いのか分かんない。おすすめされて最近やっと読んだんですけど、あんまり人が死ぬやつ好きじゃなくて。ああ、まあまあそれは殺してきたから前世で。強い人が強い人を殺すのがいいんですけど、強い人が人間を殺すのが嫌なんですよ。こう対等に戦ってほしい。ああなるほど。はい、多分私もその前世では多分そういうプライドを持ってやってたと思うんですよ。弱いやつはやらない。なるほど、弱気をくじくってわけじゃなく、強いやつと戦っていった、はい、でそれを殺してきた、はい、山ほどで、その殺したなんか耳かなんかそいで首飾り作って魔人と呼ばれて、あともう一つで100だとか言ってたその前に殺されて無念言うて死んでいった観音様の前で、はい、でもそうだね、やっぱり強いやつと強いやつがずっと戦ってる方がいいので、呪術は人がいっぱい死ぬので。なるほど。あんまり好きじゃない、好ましくはない。それは多分スノーマンがいいですね。なるほどね。またおすすめの何かがありましたらね、またお話聞かせていただければなと。いや全然ごめんなさいね、だらだらと長い話をしちゃって申し訳ないですけどね。なるほど。なんか告知とかありますか？告知、来週はどこに出られるんですか？NHK の出られるということでございますけど、どなたの週で？清水さんです。清水さんね。なんか清水さんもね、出演させてもらいました。この休みになったから、めちゃくちゃ面白いものが出来上がったみたいなこと言ってありましたから、ぜひ楽しみに見に行っていただきたいなと思います。というわけで私の方から告知でございますが、年末にサンテレビの方で放送されました「勝手にライブをしやがる」というドラマでございます。今ギャオで2月の13日まで見れますので、概要欄の方に URL 貼ってございます。ぜひそちらの方から見ていただきたいなと思います。またですね、2月の18日の金曜日でございますが、6時半から、私桂青葉さんとですね2人会というのをさせてもらいまして、ちょっと新劇落語の方で、新しい作品に挑戦させていただきますので、ぜひ、見に来ていただければなと思います。また2月の27日の日曜日でございますが、お時間が実際まだ確定ではないですが、5時から6時の1回かもう1回やるかどうか分かりませんが、インプロプレシアターの11に呼んでいただくことになりましたので、もしよかったら、まだチケットの発売とどの値段も確定してございませんが、ぜひぜひ、来ていただきたいなと思います。場所はカルダモンカフェでございましてね、ぜひ来てください。あとですね、私ら毎週水曜日の夜9時からレディオバルーンにて森田さん、オーマイ神様やってございますので、ぜひそちらの方。あと2月の5日「芸人殺人日誌」っていう映画がですね、島田監督の作品でございますが、シネヌーボーで2週間公開でございます。まあ舞台挨拶行ける初日は行けないですけど、なんか行けたらいつか行きたいなと思いますので、なんか今も大変な状況でございましてね、ですので、もしよければ見に来てくださいということでございまして、すいません、私の方が告知を送って。いえいえ。最後何か言い残したことございますか？ない。また何かあったらここ来ます。ぜひ来てくださいね。何かあった時にはね、コロナの劇場が閉じたとか何かあった時には、あとね、もうその縁の下の力がなくなったとかね、全部燃えたとか全部燃えたとかね、弟が彼女できて家に釣り込んでてとんでもない現場見てしまったとか何かあったら、それかもしくは自分が彼氏連れ込んでて弟なんか見られたとかなんかいろんなことがあったら、ぜひぜひいろんな話を聞かせていただきたいなと思います。というわけでございまして、こんなもので面白いな、楽しいなと思ってください。ぜひチャンネル登録、また並びに高評価の方よろしくお願いいたします。こちらのうさぎさんは、いつまで、20日までとりあえず休業で、はい、20日まで、このマンボウによって休業中でございますが、またマンボウ明けました、またよろしくお願いいたします。本日は以上でございます。どうもありがとうございました。See you next time. Bye bye. Mortal Nobuyoshi.